どうもこんばんは、ゆうです。パワープラプリーサクセスやっていきます。円卓高校やしきせです。今回千丸源泉でね、動画撮影行ってます。イベントデッキは挑戦者大谷、鳴海、ユニフォームさがら、モード、サイガ、サイキ、この6人でやっていきたいかなと思います。ツイッターのね、フォロワーさんがね、このデッキで SS5 を達成されたんですよ。すごない？自分めっちゃすごいやん。いやー、もしかしたら俺にもね、SS5 を作れるんじゃないかなと思ってね、ちょっとさっき練習したんですけど、やっぱね、まあ立ち回り、やっぱまだ分かってない部分がね、多々あって、SS まで作れたんですけど、やっぱ SS1 以上はね、作りたいかな。僕、自分のスタメンがね、SS1 全員達成できたんですよ。で、SS2 をね、ちょっとこれから目指して頑張っていきたいんですけど、やっぱ難しい。SS1 からの SS2 は壁が厚すぎる。S9 からの SS 壁厚いやん。さらに SS1 からの SS2 は、なんで1だけ英語で2だけ日本語なん？SS1 からの SS2 は壁また厚いんですよ。難しい。難しい。ちょっと、ね、僕も円卓高校のね、立ち回り分かってない部分が多々あると思うんですけど、皆さんと一緒に頑張って勉強していきましょう。はい。なんで分かってないのね、俺上から目線で言った今。はい、ちょ、初期値。お、まあまあいいんじゃないか？ニートはこれ悪いけど、このデッキ技術ポイント余るんで、いける。S までいける。よし。で、まあ、持ち込みアイテムなしなんで、しっかりとね、彼女キャラクターの評価、サガラですね、サガラの評価上げつつ、まあ、イベントはね、また、進みやすい高校だと思ってるんですよ、このエンター高校。後指が進まないかなぐらいかな思ってるのは。はい、ということで、このデッキで頑張ってやっていきたいかなと思います。まあなんか、招き猫持ってきてないんでね、おそらく多分サイガ、僕の予想、サイガのイベント搬送せへん。あとは搬送する。はい。なんで、いやー、金徳イベントの2個ぐらい、3個あるじゃないですか、今高校、金徳エピックが。2個は踏んどきたいかな。よっしゃ、頑張ってやっていこう。あんまね、自信ないからね、これ多分初心者講座とか俺多分向いてないと思うよ。できひんと思うよ。まあ、そのうち分かったらね、ちょっとお伝えできればかなって思うんですけど。佐伯がいる。いや、ここやで。ここのコツ、ここのコツ、あるけど、佐伯の。佐伯コツ有能やけど、勧誘可能が1人じゃないですか、ここ。ここね、佐賀の評価があるし、4人、勧誘できるんですよね。だからここですね、踏むの。こういうことはやったらちょっとまだわかるんですけどね。よっしゃ。頑張ろう。ちょっと最近ね、千丸厳選めちゃめちゃやってて、スタメンが SS1 作れたって言ったんですけど、ほんと大変やったかな。今までやったらね、SS 作った時イエーイとか言ったけど、もう SS1 以上作らない、あかんあかんみたいな。なってるからね。で、これエピック踏むか。踏んでるな。多分、生物が来ると思うんやけど。まあ、エピックレベル2以上とかで、まあ、聖杯が来てくれたらね、ほんと聖杯とかエンタクルスの秘密っすね。これを来てくれたら、エンタクルスってこの丸いやつあるじゃないですか、この練習の時に。これのレベルを上げて、かつ経験点がかなりもらえるんで、聖杯のありかか、聖杯のありかとエンタクルスの秘密、これをしっかりね、踏んでいければかなって思ってます。しゃあ、ここでコツやる気下がるよりも、こっちで勧誘可能3人プラス下がるの評価。うん、わかってるやん。言う、わかってるじゃないか。さて。どうする、やる気を下げてでも相良の評価上げに行くか。今だって勧誘別に1人2人やもんね。こっち1人で、いや、行こう。あんまり深く考えすぎるとハマるタイプなんで。おい、練習後は来てくれ。練習後は来ないのか。タックあるけどね、そこまで美味しくない。よし、耐えるコンボ。今タイルコンゾに決めた。どうする、これ、これ踏むか。町の清掃には踏むか。うん、踏もう。いや、相良結構来てくれてる。ここエピックあるからね、行こう。いや、生物やったら嬉しいぞ。多分生物やと思うけどね。
それ？地域イベントのお手伝い？あ、俺が毎日やってるやつ。あ、すいません、やってません。よしよしよし、評価上げていこう。昔はやってたよ。地域のなんとかはやってたよ。あー、これやらんでいいかな。ふむ、やめとこ。敏捷レベル2か。敏捷レベル2はありがたい。あ、でも、ここ行こう。エピック。多分、セーブ作ると思うんやけどな、これ。うん、来るよね。さて、評価は大丈夫か？評価大丈夫やね。タック。あ、これはいいぞ。うん、敏捷ポイント、多分このデッキね、敏捷ポイント入ってこないんですよ。なので、守備をね、上げるのに多分戸惑うと思うんで、僕は。これ金属何やったっけ？メッタ打ちと気迫ってもう一つ忘れた。あ、もう一つ忘れたもんな。どう忘れてたわ。もう一つのやつ来そうやな、これ。あー、どう忘れしてるわ。もう一つの金属何やったっけな。あかん、寝られへん。さて、うん。よし、大谷のイベントは来てくれそうやな。ここは美味しくない。いや、ここやね。ここ4人で勝つコツ。うん、オッケーオッケー、いいぞ。で、まあ白洲高校と同様で、まあ、取れるコツはね、先に取った方がこのエンタプルスで回るコツ回収はね、いいの取れるからね。これはもう取っていいかなっていうやつは取るかな。お、早い、イベントが。ただ、あとは、相良の告白イベント。これはマジで来てほしいぞ。いやー、勝った。全部いるコツ。あ、でも、怪我率 0% やん。いけるいけるいける。行こう行こう行こう。よしよし。よかったよかった。いやー、まだ踏まない。これはまだ踏まない。よし。行こう。ダメージは取る。告白来てくれ。マジで。マジで告白来てくれ。よしよし、センキュー。相良ありがとう。君に会えたこと、本当によかったと。いや、ちょっとね、俺、昨日カラオケ行ったんよ。で、めちゃめちゃ声枯れとんねん、今。じゃあ、何で歌うねんって話やな。矛盾してるよね。さあ、どうする？正直、こういうのはね、体力温存しつつ、こうやって勧誘やっていくね。うん、やっていく。うん、関西弁思いっきり出た。どうする？今、エピックないな。2ターンやったら、これ踏んでおくか。いや、よかった、ここが熊にやってくれて。絶対こういう時間に合わへんと思ったけど、いけた。いけるぞ。目指せ SS5。今日。今日俺は SS5 を達成する。いや、多分無理やな。難しいやん。もう SS23 作ってないのにさ、 SS5 って、そりゃちょっと無理じゃないかな。いや、すごいな、円卓高校マスターやな、 SS5 を作った方。お、才賀が来てくれてる。いや、こういうのもね、ちょっと勧誘可能3人、こういう時に踏んでいこう。うん。タックを踏むじゃない。今はタックを踏む時じゃない。で、エピックだよ。エピックマジで踏まない。やばい。よし、打撃練習今アップしたぞ。オッケー、これは行こう。これは行った方がいい。あ、この下、今エピック2個あるやん。これをね、タックとかで一緒に踏んだら、熱いんよ。激熱なんよ。神熱なんよ。いやー、それは踏んでいきたいな。だ、基本的にね、セクニの途中からタックが熱くなるから、いやー、ここら辺でしっかりとね、聖杯とかエピック取りたいな。よし、守備職人はもう先潰しておく。あ、潰さなくていい。まだモードレットのイベントでもらえる。よし、タック。まあ今ね、これ
臨床1とか技術1とかなってるやん。あれがね、聖杯とかエンタクルスの秘密のね、エピックを踏むと、あの練習レベル2とか3に上がってるんよ。だからめちゃめちゃ経験点もらえるんやけど、それをね取って経験点稼いでいくっていうやり方かな。いや俺もそれやりたいんやけどね、なかなか難しいからね。いやこれタックかな、どうする、エピックあるけど、あタックタック、なるみさいがのダブルタックとか来てくれたら熱いけどね。そうか、大丈夫か、クリ、初詣一緒に行けるかな。タック来てる、オッケー。こういう風にねエピック2個一緒に踏むんが熱いんよ。あ、てかほんまにダブルタック来てくれたやん、ありがとう、めっちゃいいやつやん。めっちゃっていう言葉ってやっぱあれかな、関西弁かな。めっちゃって関西弁か。いやーちょっとこれもう守備ビーム上げてしまおう。うん、オッケー。でこれで今俺は大丈夫か、ちょっとあんまりね立ち回り良くないと思うね、今のところね良くないと思う。これ何のこ、何のやつが来るか。オッケー、これ聖杯じゃない、聖杯のありか。オッケーオッケー、よしよし、これ激アツ、これ激アツ。あのまあ金属イベントのそのエピックと、聖杯のありか一緒にこうやってねエピック踏むことによって食うのがありがたいよ。地域のイベントとかその山でトレーニング、川でトレーニング、あんないらんねん。よしよしよし、多分ねこのエピックを完成したら聖杯が来るとか多分あると思うよね。まだそれ俺分かってないからね。よしよし、このためにエピック調査可能人数を置いといたよ。よし、え、金属何やったっけ、あー切り込み隊長か。あ、でもまあいい、技術ポイント使うからね。あ、これはエピック踏むか、踏もう。もしかしたら生物かもしれない。よし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 、やめろ、よし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 。てか代表引いたよねさっき、相良何してんの。あ、これ臨床ポイント上がるのありがたい、これめった打ちかもしれない、もしかしたら。でこうやってね今4つぐらい僕調査中じゃないですか。こういう時にデートっすね、こういう時は練習行っても勧誘可能がねほとんどいないんですよ、もう一人だけやんね。だこういう時にデートする、かつさっきのあのバッドイベントでねやる気下がってるんで、まあ、できるだけ7月1週目までにデート3回は終わらせとくかな。7月からは正直ね練習惜しくないんで、もうデートで回せる。でユニフォームさからはカラーデートがないんで、うん、デート 2,3 回は終わらせた方がいいっすね。よしよし、これね聖杯のありかとかエンタクルスの秘密はね練習レベルが上がるのと、練習レベルじゃわ、あのエンタクルスのレベルか、うん、マップが上がるのと、あれ相良の評価上がるよね、うん、上がる、ある、彼女キャラクターの評価上がるからいいよね。挨拶、おはようございます。3人いるけど体力下がる、やったらデートかな、デート2回目終わらせておこう。聖杯の探索これもね踏みます、はい、7人集めてあと組んで、エンタクルスのマップのレベルかこれを上げてしっかり経験で稼いでいく。あんまねこのセクに稼げんかったから3000いってないと思うよね。2892か、ここ3000超えたらね、まあ、1万点は見える。ここで4000いってる人がマジでうまいやつ。うまいやつって。さて、あ、大谷のコツね、初級コツ持ってるから行きたいんやけど、一人やもんな。やったらここで監督評価上げつつ、まあ体力下がるけど、次バレンタインなんで。なんだこれ、これ歌詞ってで敏捷だったかな、敏捷と技術これ。あ、違う、逆やった。逆やった。うわ。よし、敏捷ポイント上がった。結構敏捷ポイントまだ稼いでる方かな。
さっき練習した時よりも稼いでるな。ありがとうね。さてあと5人。うわやばいやばい、早くか、これはありいいぞ。あーこれどうしよう。いやここやな、ここ、うん、ここで勧誘可能を集める。こっちね臨床まで持っていけるんやけど、監督評価も上がるし、まあ監督評価いけるか。ここやな、何両とお何両とこ、ありがたい。これはもう最近の金徳イベントが完走したらもう恐怖の万両とこ、これいきます。じゃあサイガー来たな、多分これサイキが搬送せへんパターンか。対抗する、これで魔術師やったかな。いやーめっちゃ迷うわこれ。いや体力回復熱くない熱くない、ここやな、ここで敏捷ポイント3人、いけるいけるいける、次のターンでいける。おっしゃおっしゃ稼いだ、敏捷ポイント稼ぐんは本当ありがたい。このデッキ本当ね敏捷ポイント稼げないんで、今これはありがたいぞ。よし制覇何かで、金徳イベントを早く行かないと、踏まないとやばいぞ。やっぱワヒ降格、ちょっとこれだけ行くか、さすがに。コツは来ないでくれ。あ、コツない、飲酒練習するはやめてくれ。コツだけ、コツ。いやー、これやったらもう勧誘可能。大丈夫か、金徳イベント。あとイベ進んでない気がするけど。で、聖杯のありか踏んでるから、多分、彼女キャラクターの評価も大丈夫。うん。やばいやばい。ちょっとね、立ち回りがあんまよろしくないと思うんやけど。あ、守備職人はまだいい。ちょっと能力上げます。やっぱ守備と補給は101いくんでね、ちょっと上げよう。これぐらい。オッケー。うん、メンタル。ここメンタルで体力温存。大丈夫かな、合ってるかな。俺自信ないんですよね、この円卓高校。ちょっと自分なりに頑張ってやってるんですけど。ちょタック。タック来ないとダメだよ。どうする、体力下がる。いやーこれ最近のコツか。行こう。阿部ひ。悩んだ、取ろう。よしよしよし。これで聖杯探索は終わりましたからね。うわこれは激アツやで、ね、これねオール3なんぼ25 50オール入ってくるからね。これはデピックレベル2やろ。これエンタクルスの秘密かもしれない。もしかしたらエンタクルスの秘密じゃなくて生物かもしれないけどね。これは嬉しい。30オールか、めっちゃここで稼いだぞ。ちょっとタックあんまりここまで惜しくなかったから生物やね。そっとしておく。頼むでイベント走ってくれ。ナルミだけ走らなくていいわ。ナルミだけ走らんでいい。ナルミは不確定やから。うん、ここエピックある。よし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 、いけるいけるいけるぞ。 UGM TV ここ集中して、今しかない、今日しかないね、ほんまに今日しかない。体力回復 OK。 生物金属イベント取れるじゃん。これ気迫エットのやつじゃん確か。いやこれは踏みたいな。100ヘッド、あめっちゃ落ちかもしれない。あー OKOK 行こうね。これエンタクルスの聖杯のありかか、踏んだらこうやってレベルが上がるんでね。だから踏むべきなんですよ聖杯のありか。僕確かこの前のなんかのイベントの特攻作った時踏まんかったかな、踏まんかったけど踏むべきやね。エンタクルスの秘密、あ生物来た。いやちょっとこれ置いとこ、うん、まだ置いとこ。3人、いやここやなタック。
で、セク3が終わってしまう。やばい。セク4入ってもね、もうすぐ終わってしまうんで、このエンタクルスがね。早く終わらして、金属イベントもう1個だけ取りたい。3人。これ2人。2人だけどコツがある。あれ俺、生物2個目やったっけ、これ取ったん。あ、2個やね。だからこれ踏まなくていい、まだ。まだ踏まなくていい。よし、これは、ここで練習しといて、次のエピックを待つ。よし、オッケーオッケー。で、パワー飛行格とか俺取ってないな、コツ。コツ回収してないですね。オッケーオッケー。ミート90まで来る。いいんじゃないか、結構俺いい選手作ってない、これ気のせい。いや気のせいやったらあれやけどいいんじゃないか。まあここで6000超えたらね、マジで SS1 とか 見えると思う。まあでも経験点じゃないからな、多分ね。5200ぐらいだと思うよね。OK。 まあ僕ね、千丸厳選今回したんですけど、まあ千丸にかかる意思はね、もう僕なんぼやろ、 3つ意思使って千丸引けるぐらいが結構この端末いいよね。この俺のスマホの端末いいよいやでもね、まあ石20個使っても千丸後編の時もあるからね。よし、体力回復。ちょっとここでエピックを踏みたいが踏めない。よし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 、連携広角取ろう。もう広角取るよ。モードイベント完走やね。あと3ヶ月以内で来るかどうか、しっかりと。これは美味しくない、これは美味しくない。どうする、取っとくか。金額110ポイント入ってくるからね、取っとこう。いや、そろそろエピックを踏まないと金額もう一個取れない。タクタクタク踏んでいこう。よしよしよし、エピックはまだ見える、見える見える見えてるで。お、いい感じで金属イベント来てるぞ。これモードレットは来てないな。モードレット来いよ。さて、いやー難しい、ここ難しい。いや多分ね、もうエピック多分間に合わないと思うんやけどね。間に合うかな。よし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 、いけるいけるいける。イベント、やばい、難しい。これどうしよう。今 何人や。13人か。まあ、マッチの戦争終わってもた終わってもたやんかあ、金属多分取れないな。うん、取れない。それはもうドンマイ。ちょっともったいなかったな最後。まあもう仕方ない、終わったことは。終わったことは仕方ない。いや、パワーヒパワーヒ。ちょっと広角取ってパワーヒ取りたい。片飯取ってる、オッケー。やつ取っとこ、もう取っとこ。いぶし銀追い打ち。競争心。これええんちゃうんか、これ A 選手作ってるんちゃう。よーし、センキューパワーヒー来てくれた。エピック終わったね。まあ仕方ない、それは。開ける、あかんやつ、これ空っぽマジか。
さあどうする、デート行こう、うん、デート行こう、デート3回目、やばいやばい、デート全然しなかった。あとは佐伯から阿部日を取ればねっていう感じかな。よし、ここ踏もう、ここは踏もう。え？なんかあれ選択できひんかった、エビル高校、エビル高校やったっけ、うん、あれと対戦したかったのにな。さてバント丸、さよなら男、魔術師、よし出てこ、出て4回目。いやーイベントあと、でも3人、あとイベ3人、俺まだ完走してないよね、これいけるか、残り3ターンで来いイベント、来ないこれはまずいぞ。さあ行きましょう。ちょっと待てよ、今何個切っとく、これはまあエピックやろ、前イベ2個、うわやべえ何も取ってねえ何も取ってねえや、あとイベマジで。いやー佐伯、サイガー、これは来てくれ。なあこれは運やからね、仕方ない。よっしゃ、まあセックス3終わって6000超えてたらやっぱいい選手作れるかな。今今回僕5200ちょっとですやったかな。いや6000は超えときたかったけど、なかなかねタックを踏めなかったっていうのもあったからね。まあただ聖杯のアリカは2個来てくれたんで、オッケー、阿部日、ちょっと阿部日来てくれ。いやーそれはないわうわイベント来ない、やばいイベントが来ないぞ。デート終わらそう。これでリベンジですね。あ、リベンジは逆襲か。おっ、かなり掴んだ。で、あとイベは2人未完は確定。もう1人だけ来てほしい。ほんまに来てくれ。頼むで。結構俺気合い入れて今日、起床までしてやってるのに。な、今俺変な笑い方したな。さて、リベンジは取ってないか。OK、行きましょう。あのダブルタック来た時とあのオールさんが2個か、あの時俺来たー思ったけどな。チャンス来い。このおっさんの髪型ってめっちゃ統一されてるよね、左右統一やね。寝癖どうしてんのオッケー。やっぱ前指は乾燥するけど後指がねダメか。いやー一人来るかな、一人来てほしいマジで。うわ俺後指3人未完やでマジっすか、いやマジっすか、それはないっすよ先輩。阿部日、お、チャンスメーカーありがたい、これはありがたい。切り込み隊長の骸骨ですね。まあ仕方ないな、もうこればかりは正直仕方ないですね。 OK、 101ずつはいけた。取れるコツ、そうか、魔術師か、魔術師って言いにくいよね。 OK、 行きましょう。まあだから
まあこんな感じで、まあ試行回数を増やすことがやっぱ大事ですね。どの高校も、どの高校を育成するときにも言えるんですけど、やっぱ、試行回数を重ねる、こればかりにつきますね。同点で迎える6回です。ツーアウトランナーなしという場面で大阪、これはいい当たりだ、いったー、入った、入った。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面。オッケー、いや指の調子はいいね。今日今日俺指の調子めっちゃいい。しゃあコツ、なるみやったらもうこれメンタルで態度コンゾンかな。よし、ええ感じ。あとはどうする、聞いて込み隊長。あ、便所あげれる。 OK、 行きましょう。これどうやろうね、多分 S8 ぐらいかな。ノーアウトランナー一塁という場面、大阪初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、まあ S これね、まあ未完じゃないですか。あとイベで SS 番賞を目指したいって最初言ってたけど、動画は出すかな、出して、まあ僕のね、この育成見て真似できるところはもちろん真似してもらって、あ、ここはこうじゃないですかっていう方が多いと思うんですけど、そこはねぜひ教えていただければ。大阪、いや嬉しいですね。入った入った。エンタクリードで迎える7回です。今日3打席連続でホームランを放っている大阪。打ちました、痛烈、右中間、入った入った。オッケー。エンタク。アタック。いやーもうこっちやな、こっちで阿部ひ取りたいな。逆境か、阿部ひは近取りですね。ね、阿部ひ取ります。あとどうする、送球とか取るか、送球逆境で最後逆襲ですね。 OK、 お待たせいたし、2回の裏円卓攻撃に入ります。先頭バッターは大阪、投げました。あかんかんかん、俺このね、しも苦手やリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面、これはいい。よしよしよし、シルバーバレットさ、何やったっけ、あのイベント、ホームラン打つ、ホームラン競争みたいなやつ、あ、忘れた。もうね、シルバーバレットを持ってる方にはこれやられたですね。めっちゃやられた、ホームラン打てんかったな。やっぱツーシーム、シルバーバレット、ムービングファスト、これは苦手や。まあ、気持ちね、ちょっとこうやってしたらへん打つんよね、うん、やったら打てるんやけど、まあ、それも途中で気づいたから時すでに遅しやな。危ない球、投げました、打ちました、痛烈、いった、よし、危ね、危なかったやんか。ドラフトは2位か3位かな。あれ俺ね、これなんか開けるっていうやつが6月4週目に来とったよね。あれがなかったな。あれ、どうやろう、わかんない。いやー、今回ね、まあ、マイビーは完走したけど、あとイビーが3人とも未完。これはちょっとないね。これはないわ。これはない。で、9300。うわー、全然稼いでない。どうする、どれこそ取っていくか、走塁とか通り走塁はいい、もうこういう流し打ちとかにしよう。逆襲、
あー、総理取るか。総理取って打開が取れへんかな、これ。打開は取れない。はい、もうこうします。オッケー。いやー、トイベミカンがちょっと辛かったね。金徳は4つ。はい、金徳4つしか取れなかった。うん、SSB、ES1、S1。はい、ちょっと、これでどうなってるかな。これで S9 か、金徳3つ完走してたら SS1 行ってたかもしれない。辛い。辛いな。あの、多分だいたいこんな感じかな。いや、招き猫持ってきた方がいいのか、千丸厳選した方がいいのか。いや、多分ね、千丸厳選の方が絶対いいよ。やっぱり絶対そうなんよ。まあ、これはね、やっぱり、まあ今回動画撮影やからこうやってやってるけど、動画撮影してなかったらやり直してるから。うん、っていう感じですかね。いや、もしよければね、こういう立ち回りの方がいいですよっていうのがあったら、ぜひコメントで教えていただければかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。